はいどうもめっちゃなるです本日はですねマスターカードを保有されている方必見 GHA ディスカバリーというホテルブランドホテルブランドというかですねホテルアライアンスグループですねこちらのですねステータスマッチを今申請受付中でございますので本当にねステータスマッチしていただくだけでアーリーチェックインレートチェックアウト そしてね、客室のアップグレード等のですね、特典を受けていただくことがね、できるようになっておりますので、こちらの動画の方ではですね、どういったね、マスターカードを保有の方が、GHA のですね、ステータスマッチができて、その特典を受けることによって、どんなホテルにですね、どういう特典を受けられるのかについてですね、えー、最後まで見ていただければよくわかると思いますので、ぜひね、最後まで見ていただければ幸いです。ということで、早速ね、内容入っていきたいと思います。 行ってみましょう。はい、それではですねこちらマスターカードのホームページの方にやってまいりましたスタンダードマスターカードとありますまずですね今回ステータスマッチ対象のカードはこちらのねスタンダードは残念ながら対象外となってましてマスターカードのねブランドにはですねゴールドのマスターカードプラチナのマスターカードそしてねワールドのマスターカードそして最上位のワールドエリートのマスターカードがございまして今回ステータスマッチ対象となるのは プラチナ以上のですねマスターカードが対象となっております。したがって、プラチナマスターカード、ワールドマスターカード、ワールドエリートマスターカードをね保有されている方がステータスマッチできるといった形になっております。はいではね、ねこちらプラチナマスターカードのページとなっておりまして、国内だとですねオリコさん、ジャックスさん、三井住友カードさん、三井住友トラストクラブさん、楽天カードさん、あとはねデビットカード、GMO 青空ネット銀行が発行するデビットカード。 スミシン SBI ネット銀行の発行する、ね、デビットカードも対象というふうになっております。今回はですね細かく説明はしませんけど、オリコカード発行のこちらのねザ・プラチナムのマスターカード、そしてジャックスカードのプラチナカードですね。はいはい、そして、ね、言わずもがなの三井住友カードのプラチナカード。 そしてトラストクラブのプラチナマスターカードでございます。こちらはダイナースカードのですね、コンパニオンカードでもこちらのカードが、ね、発行していただけるんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、デビット付きのキャッシュカード、マスターカード、プラチナデビットということでね、こういったのも対象となっておりますので、ぜひね、チェックしてみていただければと思います。 はい。そしてね、ワールドのマスターカードがこちらでございます。ワールドクラスのね、マスターカードって何があるのって言ったところなんですけども、えー、日本国内だと三井住友トラストクラブのカードとアブラスがね、発行するポルシェカードが、えー、対象というふうになっております。はい。で、こちらがですね、トラストクラブのワールドカードということでございまして、三井住友信託銀行が発行するトラストクラブのプラチナカードですね。はい。そしてですね、こちらがポルシェカードというふうになっておりますので、 こちらがね対象という風になっておりますはいそしてね最後ワールドエリートのマスターカードですが日本国内だとですね2社から発行されているのかなこちらのラグジュアリーカードがですねそのワールドエリートのマスターカードとなってましてもうチタン以上でもですねもうこの銀色のこのマークですねこのマスターカードのマークが えー、ワールドエリートという風になっておりまして、ラグジュアリーカードと三井住友トラストクラブのですね、こちらコンパニオンカード、ダイナースプレミアムカードのコンパニオンカードがこちらに当たりますけれども、もしくはね、三井住友トラストクラブで発行していただいたこちらのマスターカードのこの2種類しか、えー、ございません、こちら保有の方であればですね、えー、ステータスマッチしていただくことができます。 はい、ではですね、こちら、そもそも GHA ディスカバリーとは何ぞやというところで、多分ね、あの聞いたことない方がほとんどなんじゃないかなというふうに思いますけれども、こちらですね、ホテルブランドというよりは、えー、各ホテルのですね、まあ、集合体、アライアンスがございまして、そちらに加盟されていると、まあ、スモールラグジュアリーホテルとか、まあ、そんなような、ね、イメージを持っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。えー、我々のブランドということで、世界的な評価と報酬ということで、40種類以上のです、ね、ホテルブランドがあります。 まあ、リゾート地とかにね、えー、ございますアンタラホテルだったりとか、えー、ケンピンスキーホテルそして、えー、こちらパンパシフィックホテルとかですね、まあ、私もね、全てこれあの存じ上げてるわけではないんですけども、まあ、こういった、ね、ホテルブランドを利用していただくことができて日本国内ですと新宿にね、えー、去年、竣工いたしました歌舞伎町タワーのですね、ベルスター東京であったりとかグルーブ新宿であったりとか あとはですね、渋谷にあるセルリアンタワーなどもね、対象だったかなというふうに思います。はい。ではですね、GHE ディスカバリーの上級ステータスのですね、メリットにつきましてですね、ご説明していきたいなというふうに思います。まずステータスとしましてはですね、シルバー、ゴールド、プラチナ、チタンとありまして、今回ですね、マスターカードのプラチナ以上をお持ちであればですね、こちらのゴールドステータスに マッチしていただくことができます、えーまあ、パートナー特典だったりとか、この D ド DS っていう、ねえー、ドルがありまして、まあ、これが GHA の、えー、ポイントプログラムとなってまして、特典通貨で5%分の、ね、宿泊費用に対して5%分のポイントをいただくことができます。まあ、こういったね、えー、会員料金で泊まれるよとかっていうのがゴールド。まあ、そんなにです、ね、目立ったね、特典っていうのがゴールドだとあるわけではございません。 そしてプラチナの方につきましては、この還元率が6%になったりとか、もうこちらのですね、プラチナ以上からお部屋のね、アップグレード、まあ一つ上になるのかなというふうに思います。あとはレートチェックアウトがですね、空室の状況に応じて、15時までお部屋をね、お楽しみいただくことができますよというのがございます。 そして最後のね最上位のチタンというのがまあポイントが7%いただけたりとかダブルルームというふうにありますけどこれ2段階上のですね客室にアップグレードしていただくことができるという状況ですまあ当然空き状況に応じというふうになりますはいあとはですねえーアーリーチェックインが午前11時からレートチェックアウトが最大16時まで行われますよということだったりとかウェルカムアメニティがねこれ各ホテルによってどんなものが提供されるのかというのはホテルの えー、お任せという形になりますけどウェルカムアメニティーいただくことができたりとかですね、えー、ご家族様に、えー、友人ご家族に特典ステータスの共有をしていただくことができたりとかその他かね、えー、特別オファーを受けていただくことができるといった形になりますやっぱりね海外とかであの出発の便、えー、帰国の便がね遅かったりするとこのレートチェックアウトがですねあったりすると、まあ、ここを拠点にね近場を観光できたりとかまあ逆に言えばですね あのアーリーチェックインでちょっとね、あの午前中早い時間にね、到着する便などの方だと、えー、早くからチェックインしていただくことができるっていう風にね、えー、まあ、保証ではありませんけども、受けられるのは非常にね、ありがたいサービスじゃないかなという風に思います。はい。ではですね、前置き長くなりましたけど、まあ、簡単にね、えー、ホテルブランドのご説明をね、させていただきました。で、こちらですね、えー、マスターカードのホームページございます。これですね、 保有されているマスターカードの各会社のログインとは別にですね、マスターカードのホームページがございます。こちらね、概要欄の方にですね、ステータスマッチの URL 貼っておきますので、まずね、こちらのマスターカードをお持ちの方はこちらに登録していただく必要がございます。 の、えー、ホームページというところですね。結構ね、マスターカードブランドをお持ちだけど、こちら登録してないよっていう方結構いらっしゃるんですけど、あの、いろんなね、特典だったりとか、えー、メールマガなんかで特典のね、メールの受信などもしていただくことができますんで、ぜひね、これを機に登録していただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ではですね、GHA Discovery の こちらステータスマッチのホームページ、まあ、英文となってますけど、ご説明させていただく際にはね、えー、翻訳したものでお届けさせていただきたいと思います。はい、こちらがですね翻訳したものになってます GHA ディスカバリーより限定的なメンバー特典と特典を獲得するための無料のファーストトラックエリートステータスということでございます。これはねあの先ほど申し上げた通りですねマスターカードのプラチナおよびチタンカード保有者につきましては GHA ディスカバリーゴールド。 マスターカードワールドカード保有者につきましては GHA ディスカバリーのプラチナそしてねマスターカードのワールドエリートカード、えー、保有されている方につきましては GHA ディスカバリーのチタンーブチタンの、えー、ステータスにね、えー、アサインしていただくことができるというふうになっておりましてこれね GHA のですねあのメンバーまだ登録されてない方もここからね ステータスマッチと同時にですね新規メンバーの登録していただくことができます。えー、こちらの上の部分、GHA ディスカバリーの新規メンバーの場合ですね、これからまだ GHA 登録してなくて、ステータスマッチと同時にですね GHA のメンバーに加入されるという方は、こちらの URL をねクリックしていただいて、まあ、GHA のねあのアプリとか落として、もうメンバーだよという方は、ですねステータスマッチだけするよという方につきましては、こちらの下の URL の方からね飛んでいただければと思います。 はい、あとはね、もう簡単でございます。あの、会員ページの方にですね、まあ、このログインしていただいて、こちら、E メールアドレス、もしくはね、登録していただいた際の携帯電話を入力していただいて、えー、こちらにですね、あのコードをね、あの送っていただくと、 えー、携帯のメールだったりとか、えー、ショートメールなどにですねコード番号が送られてきますのでそちらの番号を打っていただいてここにね今表記されてるものをクリックしてログインしていただいてこの先ちょっとねもう会員ナンバーとか打っていただくご自身のカード番号などを打っていただいてもうステータスマッチするだけと、えー、いうことになっておりますこの先はねもう本当に簡単なので入力していただいてログイン後ご自身保有されてるクレジットカードの番号と有効期限とか打っていただいてステータスマッチをするだけでございますはい はいいかがでしたでしょうか駆け足でですね簡単にね説明させていただきましたけれども、あのー、マスターカードのですねプラチナ、マスターカードのワールド。 そしてワールドエリート保有の方であればですね GHA ディスカバリーステータスマッチしていただくことによって、まあ、日本国内だとまだまだね加入されているホテルっていうのは非常に少ないんですけれども先ほど申し上げたベルスター東京グルーヴ新宿セルリアンタワーだったりとかねこの3箇所しかありませんでチタンステータスを、ね、保有されてですねこのステータスの維持もね非常に簡単でですね 3、えー、ブランドに、ね、泊まっていただくとまたね1年間延長していただくことができますので、あのー、今申し上げたね国内であればその3か所のホテルにですね年間通じて宿泊していただくことによって、えー、ステータスがまた延長していただくこともできますのでねあの非常に何泊もしなければいけないっていうこともありませんしまあ、冬もねし,しやすいんじゃないかなっていうふうに思いますので非常にね おすすすめです、まあ、どちらかというと、やっぱりねタイだったりとか、まあ、やっぱり東南アジア周辺、まあ、他、まあ、もっとね多分いろんなホテルあるんだと思いますけど、ケンピスキーさんだったりとか、やっぱりリゾート地にあるホテルなどのねあのアップグレードの特典、レートチェックアウト、えー、場合によってはアーリーチェックインなどね。 受けていただくことがでできますので、まあ、本当にね、マスターカード保有の方であれば、ステータスマッチしない手はないと思いますので、ぜひね、ステータスマッチしていただくことによって、これね、2025年の12月末までですね、ステータス保有していただくことができますから、もう本当にね、すぐ登録していただいて、できる限り長い期間ね、 上級会員のののスステータスを、ね、保有されれるのがおすすめだだとと思思いいいまますすでぜひ、ね、ご活用たけば今回ですね、まあ、私、一昨年ぐらいにこちらね、ステータスマッチさせていただいて、まあ、グルーブ新宿さんだったりとか、ベルスター東京さんでそういった特典を受けてですね、あのアップグレードなどもしていただいて、まあ、そちらの動画の方につきましてはねあの、よしよかったら概要欄の方に貼っておきますので、そちらも、ね、チェックしていただけると嬉しいです。はい ということで、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよって方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント、気軽に残してい,ていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私、各種 SNS の URL 貼ってありますので、ぜひね、そちらの方も合わせてチェックしていただけると嬉しいです。私の動画の方では、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の登場レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないより、ぜひね、チャンネル登録とベルマーク、 通知ボタンを押していただいてですね次回以降の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。